え、それはこの上の幅広の部分が天の世界その上の中央に天の神様天帝天王という天の王様ですね神様がおられ向かって右にはカラスがいる太陽左側のカエル仙女といいんですが、ね、まあ、カエルのいるお月様があって龍が2匹そこでこう控えておるという門番がいますねここは天界の入り口の門番でありますね この亡くなった貴婦人の魂を迎えに来ている使いがここにいてるわけで、えー、この使いに導かれて無事にこう亡くなった方の魂が天に行くとこの魂が祖先神になるというねこの亡くなった人の一族にとっては天界に昇ることによって神仙になる神様あるいは仙人どちらでも同じような意味なのですが祖先の神様になる でまあ、正月やお盆には地上に帰ってきて子孫を見守るというそのような存在になる最後の段階を表したものであります。